速度警告音とは、車両などの速度が一定以上に達すると発せられる音である。一般的に日本で運行する自動車に装備されていた警報装置や、その装置から発せられる警報音を指すことが多い。日産スカイライン R32 軽前期型、軽基板裏の速度警告装置日本では1980年代、後半製造分の車両まで、普通乗用車では、 車速が約時速1 0 5トル軽自動車では約時速8 5トルを超えると、運転手へ注意喚起のため機械式のチャイムやブザーなどの警報音が鳴っていた。大多数を占めた機械式チャイムの構造は小型の鉄筋と同様の仕組みを利用したものであった。そのため、一般的には、近婚や近婚チャイム、インターネットスラングでは、 デスチャイムなどと呼称されることも多い。大多数の貨物車、商用車、一部の大衆車では、機械式ブザー、後年では、より安価な圧電素子を用いた警告ブザーも、存在していた。1974年11月21日に、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する、省令第1条によって、装備を義務付けられ、 自動車検査登録制度の検査項目であったが、日本独自の装備であり義務付けであるとして、貿易上の非関税障壁を主張する、アメリカ合衆国連邦政府や、世界の自動車製造メーカーの圧力や、単調な警報音による、睡眠誘発の危険性から1986年3月19日に、交付された、道路運送車両の保安基準の一部を改正する、省令により、 義務付けが廃止され、以降順次に本社に装備されなくなった。ありがとうございます。